J2 リーグ昇格と書かれた特大絵馬を手に、三津厳島神社を訪れた愛媛 FC の選手とスタッフ。神事では石丸清隆監督がボールを奉納し、今シーズンキャプテンを務めることになった徳重健太選手、松田力選手、小川空選手らとともに必勝を祈願しました。神事の後挑戦したのはおみくじ。その結果は大吉です。勝が控えて吉。今年はコンスタントに試合に出て、活躍するっていうのを目標に頑張っていきたいと思ってます。去年かなりスタートダッシュに、失敗したんで、初めからホームで戦えるっていう、地の利をしっかり生かしてチーム全員で、全開でいきたいと思います。